十五夜のお月見。うさぎうさぎ、何見て跳ねる？十五夜お月様、見て跳ねる。花ちゃんは歌いながら庭でぴょんぴょん跳ねて遊んでいました。その楽しそうな歌声を聞きながら、おばあちゃんはお月見団子を作っています。今日の夜は十五夜だから、一緒にお月見しようね。十五夜って何？おや、十五夜知らないで歌ってたのかい？うん。何のことかなって思ってた。はなちゃんは恥ずかしそうに舌をペロッと出しました。おばあちゃんは縁側へ腰掛けると十五夜のことを教えてくれました。お月様はね、十五日かけてまん丸になるんだよ。だから十五夜のお月見っていうの。十五日ってことは、十五回寝たらまん丸？のんびり屋さんね。ゆっくりまん丸になるから、いろんな形が見れて面白いんだよ。十五夜のお月見はね、ずっとずっと昔の平安時代って頃からみんな楽しみだったんだ。みんな着物着てた頃？そう。その頃はお金持ちの人たちが水に映ったお月様を見て楽しんでいたの。本物の月じゃなくて？面白いよね。少し違うことをするのがおしゃれだったんだろうね。そう言うと、おばあちゃんはススキを縁側へ飾りました。ススキはね、お米が実った時の稲穂に似ているから飾るんだよ。稲穂は神様がよりつくって言われているからね。どうして稲穂を飾らないの？この時期は稲穂がないんだよ。だから似ているススキを飾ってお米の豊作を祈ったの。魔除けになるって聞いたこともあるね。さっき作ってたお団子はどうするの？秋はおいしいものがたくさんあるから、神様も一緒に食べましょうってお供えするんだよ。はなちゃんは神様にお団子どうぞをしたくて、お月様が出てくるのを楽しみに待ちました。リーンリーンと秋の虫たちも鳴き始めると、お日様が沈み、まん丸お月様が顔を出しました。おばあちゃん、お月見しよう。お団子、お団子。はなちゃんは縁側へおばあちゃんを誘いました。はいはい。おばあちゃんは三角に積み上げたお団子を持ってきました。わあ、たくさんあるね。お団子はね、十五個お供えするんだよ。三角に積むと、一番てっぺんのお団子が神様との架け橋になってくれるんだ。はなちゃんはうなずきながらも、お団子から目が離せません。これ、食べてもいいの？もちろん。おばあちゃんは今にもよだれが垂れそうなはなちゃんの姿を思わず笑ってしまいました。
満月そっくりのまん丸お団子を食べると健康と幸せが手に入るって言われているから全部食べちゃおう。おばあちゃんの言葉に食べちゃおう食べちゃおう、はなちゃんは嬉しそうにお団子を頬張りました。うさぎうさぎ、楽しそうな二人の歌声はお月様に届いたのでしょうか。お月見をしていたはなちゃんにはお月様がにっこりと微笑んだように見えました。おしまい。